海をね渡っていかないと聞けない本場の歌が、ここだけの話、千と千尋の神隠し、実演を交えて、古典音楽と沖縄民謡の違いを比較していったわけなんですけど、やっぱり演奏する場といいますか、歩んできた歴史もやっぱり違うなっていうのを感じました。はい、ということで5月にはじめさんが直近で舞台があるということで、そちらの方を少しお伺いしたいと思います。阪神音楽公演歌方があるということなんですけれども、はい、この歌方について、はい、前身事業というか、はい、取り組みがあったということだったんですけども、あの元ザ・ブームの宮沢和美さんが約4年かけて250名の歌者、各離島島々を巡って17枚組の CD ボックスにして、公共の場で寄付をして、沖縄の音楽の協力をして、若いこれからの世代に沖縄と知ってもらう機会をということでできた CD ですね。自分が学生の時にこれが来たんですよ。あ、そうですね、秒で聴きましたはじめさんも何曲か歌わせていただきました。シンプルに歌と三線です、ね、ですよね、うん、そう、この歌方 CD の収録の際の何かエピソードなどあれば。いろんな先生方が参加してて、いろんな昔のことも聞かせていただいたりとか、でもすごい勉強になりましたし、貴重な場でしたね。またあのはじめさんのお師匠さんの登川誠仁先生が聴き込んだ CD としては最後というふうにお聞きしたんですか。言われてますね。貴重なじゃ音源も残っていると。はい、はい、ということで今回のこの歌方なんですけれども、沖縄本島、そして八重山、宮古島、そして奄美まで、その島々の歌者が一堂に会しての公演というのはなかなかないかと思うんですけど。いや、ないですよ、ね、はい、海をね渡っていかないと聞けない本場の歌がここで聴けるっていうのは本当に貴重だと思います、なかなか奄美の方と演奏なさるってこともここまでなかったり。そうですね、その演奏聴けるのを僕自体もないんですけど、奄美の歌ってちょっと流歌調で作れてたり、ちょっと似てるものがあったりするんですよ。あそこもなんかじっくり聴ける、学ぶ機会でもあるので、とても楽しみですね。島々の誉れ歌、情け歌、哀れ歌ということで、テーマごとに曲を演奏していくっていうような形ですかね。そうですね、同じでも祝い歌でも島によって辿ってきた歴史が違うので、はいはいはい、あ、ここでこんな調子なんだねとかも楽しめると思うんですよね、はいはい、その歌詞もまた違ってくるじゃないですか、はいはい、比較しながら聴けるっていうのももしかしたら楽しみかもしれませんね。いや、本当に出演者見ると名だたる方々ばかりで、重鎮の先生方っていうよりかは、まあ、若手中堅っていう形で、すごく勢いのあるような公演ですかね。奄美大島リッキーさんは、まあ、2001年のその千と千尋の神隠しのアルバムにも参加している、いろんな活動されている方の歌も聴けると、はいはい、うん、その各島々の歌者の方と交流することってもなかなかないので、そこの表の舞台だけじゃなくて、やっぱり控え室でのやっぱりお話もすごい楽しみになってきますし、ちなみにこの当日は宮沢さん の, このトークというかナレーションが入って舞台を進行していくんでしょうか。あ、と聞いてますね。あ、なるほど、そうですよね。なんか宮沢さんがその、まあ、今回構成演出で島唄の文学性の高さっていうのを発信する声なので、はい、宮沢さんの視点の捉え方とか、あの解説 もすごいまた面白いので、なるほど、勉強になりますね。なかなか沖縄民謡を解説しながら聴けるってこともないですよね。またそれがいろんな島々の歌を解説しながら聴けるっていう意味ではすごくいいのかなと今思いました、はい、じゃあということで歌方の公演を開催するにあたって、はじめさんのなんか意気込みというか思いを少しお聞かせいただければと思います本当に1年以上ぶりなので、とても楽しみです、本島の歌だけじゃなくて宮古、八重山、奄美大島、そして喜界島、本当にいろんな方々が参加するので、そうですね、チラシの方を拝見しますと曲名が一切書かれてないような気がするんですけど、これは実際公演に行ってのお楽しみということでしょうか。楽しみ。なるほど、宮沢さんのここだけの話などあれば、まあ、今回舞踊もいろんなコラボもあるんですけど、この民謡にこの歌にこの振り付けがあるんだ、なんか前代未聞的な意外なこのコラボレーションもあるので、 お客さんすごい楽しめると思います。なるほど、あ、この曲に振り付け入るんだねみたいな、舞踊も見どころということで、はい、こう全員で何か演奏するっていうわけではないんですか。何か一曲、いや、ちょっとなんかそこら辺もあるかなと思いますね。なるほど、楽しみに。なるほど、はい、ということで国立劇場沖縄5月三線音楽公演歌方、島々の誉れ歌、情け歌、哀
哀れ歌ということで5月の14日土曜日2時開演でございます。じゃ中曽根はじめさんもご出演なさるということで、はじめさんじゃあ最後に一言お願いします。もう本当に1年間楽しみにしてた声なので、自分を勉強するつもりで学びの機会としたいと思います。感染予防対策もしっかり行って上で の公演なので、皆さんも安心して足を運んでいただけたらなと、沖縄の島々の歌を感じていただけたらなと思います。はい、ということで本日は中曽根はじめさんをゲストにお招きして動画をお届けしました。ありがとうございました。リクエデビタン。